やすごい、何このハンドリングというかこの安定感。こうでしょ、結構ここカーブきついよ。ほら何これ、すごい。ほんまにこれミニバンか、食いつくぜ。皆さんおはようございます。私が乗っておりますのは、2020年の11月に、マイナーチェンジしたホンダオデッセイアブソリュート EHEV でございます。いやー、上質な乗り味、そしてこの静粛性、いやー、なかなか、高級車に乗ってるんだなという感じが今ひしひしとしております。いや、ずっとねこの車に乗っていたいなという気にさせますね。私ねこういった試乗動画をよく出しておりますので、皆さん、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。いや、いい車だわ。今ねちょっと山道に来ております。こちら、市議生駒スカイラインになっております。ワインディングを楽しみに、来ておりますね。今ね、前の車、ホンダ、N1、あちらもね、新しい、モデルチェンジした車になるんですが、ずっとね、その N1 を、追尾して、実は今走っておりました。安全支援システム、ホンダセンシングの、一つ、ACC ですね。前の車を追尾するというシステム。これね、結構実用的にもうなってきたんじゃないかなと思います。で、今こういったね、山道でも、結構外れないんですよね。ぐいぐいね、ついていきます。で、やっぱカーブとかの前になると怖いなという感じで、やっぱブレーキ踏んで、まあ解除したり、しちゃいましたけど、まあ一般道でしたら全然ね、大丈夫ですね。で、今解除して自分の、足で踏んで、ワインディングを楽しんでおります。結構ね、今思ったんですけど、ハンドルが重めかなという感じはしますね。しっかりしたハンドリングなんですよ。いや、で、この低重心が、やっぱこのロール、やっぱこのオデッセイみたいなね、結構背の高い車はこう横揺れしちゃうんですけど、ここまでの、ロールのなさっていうのは、これセダン級ですよね。はい。では今から、市議生駒スカイライン、入ってみようと思います。いやー、この車でワインディング楽しむってどんな感じよ。ホンダオデッセイアブソリュートマイナーチェンジということで、いやー、今ねこの市議生駒スカイライン走っております。今ね、やっぱ走っててやっぱ思ったのは、これやっぱホンダの車なんだなと。こんなミニバンにもこの走りの心を忘れてねえなという、なんかね、ウキウキした今気分になっております。すごいね、やっぱこの低重心っていうのが強いんですね。いやー、これすごい乗り味というかどっしりしてるんですよ今。で、ちょっとした今カーブがね、なんかすごい気持ちよく走れて、なんか楽しくなっちゃいました。今これ直線でねゆっくり、走っております。メーターの方にねいろいろ出てくるんですよね。標識がねいっぱい出てきてすごいなと思います。で、メーターの左側はパワーゲージになっていて、それがね結構ピュンピュン動くんですよね。パワー使ってるよといった時に、まるでタコメーターのようにピュンピュン動くんで、結構ギミック的な要素もあるなという感じがしますね。この辺ね結構走りの演出してるんじゃないですかね。よっしゃー、おー、すげー、パワーゲージめっちゃ上がるぞ。今これね、タコメーターついてないんですけど、本当にね結構回るエンジン積んでるんじゃないですか。
あ、回るわ、すごい。うん、ホンダの音がするホンダの音がするいや、滑らか。そしてこうでしょ、カーブ。ほーら、何これ、めっちゃ曲がるぞ。これ何でしょう、これ横 G がかからない、どうなってんのこれ、どういう作りどういう作りこれ横 G がかからない、すごいぞ。ちょっとこれ S レンジ、 S モードを入れてみましょう。このハンドリングというか、この安定感、こうでしょ。結構ここカーブきついよ。ほら、何これすごい。ほんまにこれミニバンか、食いつくぜ。こう、だいたいね、これぐらい の車高の高い車で、車両重量が重い車ってね、こんなにカーブ曲がれないっすよ、これ。すごいロールしてね、カーブに突っ込むのが怖いなという印象を受けるはずなんですが、すごいこれ突っ込んでいける。安定感、安心感。なんじゃこれ。こうでしょ？だいたいね、ブレーキ踏んじゃうんですけど、ほら、曲がる。おー、すごい。やっぱこれ低重心が効いてるんやな。 N1 の RS が今目の前6速マニュアル走ってるんですけど、今このね、6速マニュアルについていけますね。オデッセイってこんなにいいの？いやー、これはすごいぞ。滑らかで、ブレーキがね、結構しっとりしてるんですよ。こういったね、ワインディングってね、結構ブレーキ踏んじゃうんですけど、なんて言うんでしょう、ハイブリッドカーってね、結構カックンブレーキが多いんですよね。フィットのハイブリッドとかね、初めて乗った方は、結構驚くと思うんですけど、カックンブレーキなんですよ。カクーンって効くんですよね。それに慣れるまで結構時間かかるんですが、このオデッセイは、EHEV のハイブリッドは、ブレーキも結構しなやかなんですよね。1900キロぐらいあるこの重たい、ね、この重量のある車をしなやかに、ブレーキ操作ができる感じですね。っていうか、わ、綺麗、紅葉が綺麗。めっちゃ紅葉綺麗。やっぱこれ家族で行きたいですよね。この後ろにいっぱい乗せて、みんなとね、ワイワイこの紅葉を見に来たいですよね。いや、一人で運転するのも楽しいんですけど、やっぱね、ドライブってなるとやっぱみんなと楽しくね、行きたいですよね。このまま温泉にでも行きたいわっていう感じがする。いや、やっぱ楽しまないとね。車運転してると、こうやっぱ人生楽しんでるなという感じがしますね。やっぱ、すごいついてってるもん、前の車に。だいたいこれ離されるんよ、こういうのって。はい、今後部座席に乗っております。うわ、すごい広い。なんやろこの広さ、なんか無駄に広い足がすごいゆとり。私身長がね、180センチあるんですが、この広さ、やっぱね、横G は来るんですが、このなんていうの、この縦揺れ、横揺れはね、なんか全然しないんですよね。本当にセダンに乗ってるのかなというぐらいの乗り味ですね。これだったら車酔いする方もいいと思います。
なんかうまくね、このタイヤが、力を逃がしてるっていうんですかね、この G を逃がしてるような感じするんですよね。なのでやっぱ車に酔っちゃう方ってこう揺さぶられると気持ち悪くなるんですよね。そういうのがねすごい制御されてるというかいい感じなんだなという感じがします。今このカーブなんて、だってこれ180度ぐらいぐるっと U ターンするぐらいのカーブですよ今。すごい。これね、なんかもうなんか眠たくなってきました。後ろこれすごいいいわ。このヘッドレストがふかっとしてる枕みたい。これ家の枕みたい。これ気持ちいい。今ね座席を真ん中あたりに、移しました。今目いっぱいね後ろにしてたんですが、やはりねちょっと後ろ寄りにしすぎると、後輪のあのタイヤハウスのあたりから若干やっぱロードノイズといいますか聞こえてきましたね。今真ん中に座ってるんで、その辺がね本当に静かになったなという感じがします。まあ、遮音性がね高くなったこのガラスと、この内張りの方にね少し遮音材がプラスされたということで、やっぱねこの今山道走って結構ロードノイズもする方だと思うんですが、だいぶねやっぱ前の席よりこの後ろの席の方が今少し静かだなという印象はあります。はい、というわけで、ホンダオデッセイ、アブソリュート EHEV、こちらの車ね、全国のホンダカーズで販売しております。お近くのホンダカーズに皆さん行ってみてはいかがでしょうか。ぜひともね、試乗の方をしていただきたいですね。はい、というわけで、私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。それだけが私の励みでございます。はい、というわけで、今日は、新しくなったマイナーチェンジした、ホンダオデッセイを、ワインディングしてみたでした。じゃあね、バーイ。